シリコンフォートニクスとは、半導体産業で利用される微細加工技術を用いて、シリコン基板上に発光素子や受光器、光変調器といった素子を集積する技術の研究と応用を追求する分野である。シリコンフォートニクスデバイスは、赤外線波長領域で動作するが、従来から光通信システムで使われることの多い、波長1.55マイクロメートルので動作するものが、 ほとんどである。マイクロエレクトロニクスにおいて用いられる SOI 技術を転用し、酸化シリコン層の上に清掃したシリコンが使われることが多い。シリコンフォートニクス 300mm ェハシリコンは、ほとんどの集積回路の機材として、すでに使われており、かつシリコンフォートニックデバイスは既存の半、胴体製造技術を用いて製造可能であるため、単一のマイクロチップ上に、 工学的及び電子工学的構成要素が集積されたハイブリッドデバイスを作成することができる。そのため、従来の微細化技術のみによる性能の向上が限界を迎える中、シリコンフォートニクスは IBM やインテルなどの多くの電子、装置製造会社や学術研究グループにより、光、インターコネクトを利用してマイクロチップ管を呼び、 マイクロチップ内での高速データ転送を提供するために積極的に研究されている。シリコンデバイス内を電波する光は、カー効果やラマン効果、二光子吸収や光子、自由電化キャリア間相互作用など様々な非線形光学現象の影響を受ける。これにより光と光を相互作用させることができ、光の受動伝送だけでなく波長変換や、 全光信号ルーティングなどへ応用が可能になるため、非線形光学現象の制御技術は非常に重要である。また、シリコン同波炉は得意な同波特性を持つため学術的関心を引いている。この同波特性は通信、相互接続、バイオセンサに応用可能であるほか、ソリトン電波などの新規な非線形光学現象を起こす可能性もある。 典型的な光リンクではデータを電気信号からまず高信号へと変換する際、電気光学変調器もしくは直接変調レーザーを用いる。電気光学変調器は光キャリアの強度や位相を変化させるための機器であるが、シリコンフォートニクスにおいては自由電化キャリアの密度を変化させることにより光を変調する形式のものが一般的である。 ソーフトベネットの経験則にあるように、電子密度及びホール密度を変化させることで、シリコンの複則接率を制御することができ、ここに光を通すことにより高変調が可能である。具体的には、純バイアスピンダイオード及び逆バイアス PN 接合ダイオードを用いて光、変調器を構成することができる。また、ゲルマニウム検出器と一体化された、 マイクロリング変調器を備えたプロトタイプの高角的相互接続が実証されている。通信、データ通信分野で通常を用いられるマッハツンダー、干渉系などの非共振変調器は典型的にミリメートル程度の寸法で製造されるが、リング共振器のような共振デバイスは数十マイクロメートル程度の小ささで製造することができ、専有面積を節約できる。 2013年、標準的な SOI CMOS 製造プロセスを用いて、製造可能な強心欠乏変長期が実証されている。SOI ではなく、バルク CMOS でも同様のデバイスが実証されている。受信機側では、高信号は、典型的には、半導体光検出器を用いて、電気領域に戻される。キャリア生成に使用される、半導体は、通常、 格子エネルギーよりも小さいバンドギャップを有し、最も一般的には、純ゲルマニウムが選ばれる。ほとんどの検出器は、キャリア抽出に、PN 接合を使用するが、金属半導体接合に基づく、検出器もシリコン同波炉に組み込まれている。より最近では、4 0ガビット S で動作可能なシリコン、ゲルマニウムアバランシェフォートダイオードが製造されている。完全なトランシーバは、 アクティブな光ケーブルの形で商業化されている。光通信はリンク長によって便宜的に分類される。シリコンフォトニック通信の大部分は今までのところ通信距離が数キロメートルの通信用途もしくは数メートルの通信データ通信用途に限られていた。しかしシリコンフォートニックスは光リンクがセンチメートルからメートルの範囲で 到達するコンピュータ内通信においても重要な役割を果たすことが期待されている。実際、コンピュータ技術の進歩は、マイクロチップ間及びうちのより高速なデータ転送に、ますます依存してきている。光インターコネクトは、技術進歩の方向性の一候補であり、シリコンフォートニクスは、標準的なシリコンチップ上に集積することができれば、非常に有用となりうる。2006年、 インテルの前上席副社長のパッド・ゲルシンジャーは今日、オプティクスは日置技術に過ぎない。将来、オプティクスは我々が製造するすべてのチップの主流となると述べている。光入出力を備えた最初のマイクロプロセッサはゼロ変化、CMOS フォートニクスと呼ばれる手法を用いて2015年12月に実証された。 この最初の実証は 45nm SOI 濃度に基づいており、2 2 5 g b ト s の速度で双方向チップ間リンクを動作させた。リンクの総エネルギー消費量は 16PJB と計算され、このほとんどがオフチップレーザの寄用であった。オンチップレーザ光源が必要と考えている研究者もいれば、熱の問題及び CMOS 互換性の問題のために、 オフチップに留まるだろうと考えている研究者もいる。このようなデバイスの一つは、リンカインジウムなどのシリコンとは別の半導体をレーザー倍質として用い、これをシリコンとつなぐハイブリッドシリコンレーザーである。他にも、シリコンをレーザー倍質として用いるオールシリコンラマンレーザーにも可能性がある。2012年、IBM は標準技術を用いて製造でき、 従来のチップに組み込むことのできる90ナノメートル台の光学部品を達成したと発表した。2013年9月、インテルはデータセンター内のサーバー間接続向けに直径約5ミリメートルのケーブルを用いて毎秒100ギガビットの速度でデータを送信する技術を発表した。これに対して従来の PCI、E データケーブルのデータを伝送速度は 最大8ギガビットネットワーキングケーブルでは4 0ット s である。また、USB 3.1規格の最大転送速度は1 0ット s 以上である。ただし、この技術は電気信号および高信号を相互変換するために別の回路基板を必要とするという点で既存のケーブルを直接置き換えるというものではない。この速度向上により、 ラック状のブレードを接続するケーブルの数を減らしたり、プロセッサ、ストレージ、メモリを別々のブレードに分離することも可能となり、より効率的な冷却と動的構成を実現できる。グラフェン光検出器は、現在はまだ電流発生容量において、オーダー一つ程度を取るものの、いくつかの重要な側面において、ゲルマニウムのデバイスを上回る可能性を持っている。 グラフェンのデバイスは非常に高い周波数で動作することができ、原理的にはより高い帯域幅に達する可能性がある。グラフェンはゲルマニウムより広い波長範囲を吸収することができる。この特性は同じ光ビーム内でより多くのデータ流を同時に送信するために利用することができる。ゲルマニウム検出器とは異なり、グラフェン光検出器は インカ電圧を必要とせず、これによりエネルギー需要を低減することができる。最終的にグラフェン検出器は原則より単純で安価なオンチップ集積化を可能にする。しかしグラフェンは光を強く吸収しない。グラフェンシートとシリコンハ波炉を組み合わせると光の経路が良くなり相互作用を最大化する。そのようなデバイスは 最初2011年に実証された。従来の製造技術を使用したデバイスの製造は実証されていない。シリコンフォトニクスの別の用途は光通信のための信号ルータにある。光学電子部品を複数部分に分散させるのではなく、同じチップに組み立てることで構造を大幅に簡素化することができる。より広い目的は全光信号処理であり、これにより、 電子的方式で信号を操作することにより従来、行われていた作業が直接光学的方式で行われる。重要な例は、高信号のルーティングが他の光信号により直接制御される全光スイッチングである。別の例は全光波長変換である。2013年、カリフォルニアとイスラエルに拠点を置くコンパス、EOS というスタートアップ企業は、 商用のシリコンフォートニクスルータを初めて発表した。シリコンマイクロフォートニクスはマイクロスケールの超低消費電力デバイスを提供するため潜在的にインターネットの帯域幅容量を増加させる可能性がある。さらにこれが成功するとデータセンターの消費電力を大幅に削減することができる。 サンリア国立研究所、コツラ、NTT、富士通や学術機関の研究者は、この機能の証明を試みている。2010年の論文では、マイクロリングシリコンデバイスを使用した8 0 k m 1 2 5 g b ット s 電装のプロトタイプが報告されている。2015年現在、アメリカのスタートアップ企業マジックリープが、拡張現実ディスプレイの目的で、 シリコンフォートニクスを使用したライトフィールドチップに取り組んでいる。シリコンは約1.1マイクロメートルを超える波長を有する赤外光に対して透明である。また、シリコンは約3.5と非常に高い屈折率を持つ。この高い屈折率によるきつい光閉じ込めにより、わずか数百ナノメートルの断面寸法を有することのできる微視的光動波炉が可能になる。 シングルモード電波が達成され、それによりモード分散の問題を排除できる。このきつい閉じ込めから生じる強い誘電境界効果は、光学分散関係を実質的に変える。同波路形状を選択することにより、長短パルスを必要とする用途にとって、極めて重要な所望の特性を有するように分散を適合することが可能となる。特に、 群速度分散を厳密に制御することができる。1.55マイクロメートルのバルクシリコンでは、長い波長のパルスが短い波長のものよりも高い、群速度で移動するという点で、群速度分散は標準である。しかし、適切なー波ロ形状を選択することにより、これを逆にし、短い波長のパルスの方が早く進むという異常、GVD を達成することが可能である。異常分散は、 ソリトン電波の前提条件であり、変調不安定性にとって重要である。シリコンフォトニクスの構成要素が、それらが製造される、ウェハのバルクシリコンから工学的に独立のままである、ため、間に入る材料の層を持つことが必要である。これは普通、酸化シリコンであり、屈折率がはるかに低く、それにより、シリコン、 マイナス酸化シリコン界面での光は全内部反射しシリコン中に残り続ける。この構成は SOI として知られている。これは規制容量を低減して性能を向上させるために部品を絶縁体の層造に構築する CMOS LSI 技術である SOI にちなんで命名された。シリコンは高強度により屈折率が増加するという点でカー非線形成を有している。 この効果はバルクシリコンでは特に強くないがシリコン銅波炉を使用して光を非常に小さい断面積に集中させることにより大幅に高めることができる。これにより低電力で非線形光学効果を見ることができる。非線形性はスロット銅波炉を用いてさらに強くすることができる。スロット銅波炉は強い非線形ポリマーで満たされた中央の領域に 光を閉じ込めるためにシリコンの高屈折率が使われているものである。カー非線形成は様々な光学現象の基礎となっている。一つの例は光パラメトリック増幅、パラメトリック波長変換、周波数コム生成を実現するためにシリコンに適用された四光波混合である。カー非線形成はまた、光波形からのズレを増強し、 スペクトル側破体の生成及びパルス列への波形の最終的な分割に至る変調不安定性を起こす可能性がある。別例はソリトン電波である。シリコンは1体の光子が電子性光体を冷気するように働くに光子吸収を示す。この過程は加工化と関連があり、複素屈折率の類推により複素化非線形の虚部と考えることができる。 1.55マイクロメートルの電気通信波長では、この虚部は、実部の約10%である。二光子吸収の影響は、光を無駄にし望ましくない熱を生成するため非常に、破壊的である。しかし、二光子吸収のカーが低くなる長い波長に、切り替えるか、スロット同波炉を使用することで軽減することができる。もしくは、二光子吸収により失われたエネルギーは、 生成された電化キャリアからエネルギーを抽出することにより部分的に取り戻すことができる。シリコン内の自由電化キャリアは光子を吸収し屈折率を変化させることができる。これはキャリア濃度が2光子吸収により構築されているためだか強度及び長時間にわたり特に重要である。自由電化キャリアの影響はしばしば望ましいものではなく 取り除くための様々な手段が提案されている。そのような方法の一つに、キャリア再結合を高めるために、シリコンにヘリウムを注入することがある。形状を適切に選択することで、キャリア寿命を短縮することもできる。リブ同ハロは、酸化シリコンマイナスシリコン対面での、キャリア再結合と、同ハロコアからのキャリア拡散の両方を高める。キャリア除去の、より進んだ方式は、 キャリアがドー波ロコアから引き離されるように逆バイアスされたピンダイオードの申請領域に銅波炉を集積することである。より洗練された方法には電圧と電流の位相がずれている回路の一部にダイオードを使うことでドー波ロからパワーを引き出すものがある。このパワー源は二光子吸収で失われた光であるためその一部を取り戻すことで賞味の損失を低減することができる。 上述の通り、自由電化キャリア効果は、光を変調するために建設的に利用することも、できる。二次非線形性は、結晶構造の中心対称性のため、バルクシリコンには存在しない。しかし、歪みを加えることで、シリコンの反転対称性が破壊されることがある。これは、例えば薄いシリコン膜上に、窒化シリコン層を堆積させることで得られる。 二次非線形現象は、光変調、自発的パラメトリック下方変換、パラメトリック増幅、超高速光信号処理、中赤外発生などに活用できる。しかし、効果的な非線形変換は、関与する、高波間の位相整合を必要とする。歪みシリコンに基づく二次非線形導波炉は、分散工学により位相整合を達成することが、できる。しかし、 これまでのところ実験的実証は、位相整合していない設計のみに基づいている。高い非線形の有機、クラッティングと周期的に歪んだシリコン銅波炉で被覆されたシリコンダブルスロット銅波炉においても位相整合が得られることが示されている。シリコンは、光子が材料の冷気もしくは緩和に対応してわずかに異なる。エネルギーを有する光子と交換される、ラマン効果を示す。 シリコンのラマン繊維は単一の非常に狭い周波数ピークにより支配される。これはラマン増幅のような交代域現象には問題があるがラマンレーザーのような筐体域デバイスにとっては有益である。ラマン増幅とラマンレーザーの初期の研究はカリフォルニア大学ロサンゼルス校で開始され純利得シリコンラマン増幅機とファイバ共振機を 備えたシリコンパルスラマンレーザの実証につながった。結果的に、全シリコンラマンレーザは2005年に作られた。ラマン効果では、光子は約 15THz の光学フォノンにより赤もしくは青に変異する。しかし、シリコンー波炉は音響フォノン冷気も支持する。その光との相互作用はブリルアンサンランと呼ばれる。これらの音響フォノンの周波数及び、 モード形状は、シリコン同波炉の構造及び大きさに依存する。従って、周波数は、数メガヘルツから数十ギガヘルツに調整可能である。それらの光との相互作用は、筐体域構増幅器を作るために使われることがある。光子と音響フォノンの相互作用は、3D 工学空洞は、相互作用を観測する必要はないが、 空洞オプトメカニクスの分野でも研究されている。例えば、シリコン銅波炉の他に、オプトメカニクスのカップリングはファイバーよびカルコゲナイド、銅波炉においても実証されている。シリコン銅波炉を通る光の展開は、三次元非線形、シュレーディンガー方程式で禁じすることができる。これは、設置様のソリトン解を認める際に顕著である。これらの光ソリトンは、 自己位相変調と異常群速度分散の間のバランスから生じる。コロンビア大学、ロチェスターカレッジ、バス大学のグループにより、シリコン同波炉内でこのようなソリトンが観測されている。ありがとうございます。